NHK 趣味の園芸テキスト6月号のお知らせです。今月号の特集はこの季節の代名詞ともいえるアジサイです。1万株以上が植えられた見事なアジサイ屋敷や線路沿いを彩るアジサイなどの景色のほか、全国各地の生産者をめぐるプロのバイヤーが星のような形の八重咲き品種、花びらがねじれながら色も変化する品種など驚くようなアジサイたちの魅力をお伝えします。さらに母の日ギフトでも定番の鉢植えアジサイの育て方や、秋まで変化していく花を楽しみながら株の大きさをコンパクトに維持する芽かきのコツ、切り花やドライフラワーで楽しむ方法、そそとした趣が魅力の山アジサイを鉢で育てる時のポイントなど、読めばきっとアジサイの虜になる大特集です。その他の記事では北海道苫小牧の森の奥に作られた庭イコロの森の秘密や、小さな芽から花が咲くまでの姿を楽しむ注目特集簡単種まき、そして山本瑞希さんと園芸名人を目指すグリーンサムへの12ヶ月や、蝶や小鳥が訪れるナチュラルな庭を育てる生き物パラダイスなどの好評シリーズ、大事なバラを病気や害虫から守る梅雨時のお手入れの方法や、綿毛が可愛いロフォホラなどなど、今月も楽しい情報、役立つ情報が満載です。ウェブサイト、みんなの趣味の園芸も合わせてご利用ください。スマホで読める電子版もあります。NHK 出版。